に出てきます、ね、入国審査を終えて約15分ぐらいここにいるんですけど全然荷物出てこない。かちゃん今の気持ちをどうぞ。ハプニング発生。全然出てこない。ありがとうグラッツェ。じゃあグラッツェが覚えられなかったらチャオでいいです。チャオチャオって感じで2回言っても3回言っても。まずはね、今日から3日間、マリアノさんよろしくお願いします。お願いします。ベネチア一番物価が高いです。お水も1本2ユーロとか3ユーロしますね。めちゃめちゃ歩く人は歩くと思いますけど、ヒールの高い靴とかだと本当に足が疲れますのでね、気をつけてください。またね、質問なんかいろいろあったらいつでも対応はさせてもらいます、ね、ホテル入る前はホテルのことの注意点なんで。この道路を作ったのはまた別なね、オーストリアの人なんですけど、左側の方はユーロスターを通ってベネチア本島に行けるようにムッソリーニがね、この道路を橋を整備したということね。到着しました。めっちゃいい天気。快晴とはこのこと。チャオ。すごい路面って。今から船に乗ってベネチア方に移動します。天気はいいんですけど風が吹くとちょっと肌寒いからアウターはいるかな。やっぱ温度って大事やん。え、こういう船で行くんかな。ナイス。やばい、欲しい。私たちと一緒に団体行動しているメンツたちなんですけど、仲良くなれるかな。今から船に乗ってベネチアに向かいます。行ってきます。行ってきます。乗船します。すごいな船。天気がめちゃいい。チャオ。3分ぐらいかかりますけれども、例えばシャンデリの場合が3日間ぐらいかかります。技術ですし、吹きガラスというのは1000年以上前からずっと同じです。はい、これは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 これように感想をしました。手が器用でしょう。じゃあこれからみんなでマエストロさんを褒めてあげましょう。はい。じゃ
オチャオ。サルタ。ベリチアングラスの見学を終えて今から2時間ぐらい自由行動なのでテアルト橋？テアルト橋行こうかなと思います。超おしゃれ。どっちこれ？右？すぐなんか。あ、でもなんかもうディズニーシーみたい思わへん。いや、あのディズニーシーって忠実に再現されててんなって。すごい、ハリポタや。ディズニーシーの再現力ってすごいな。これ切り売りピザかな。もうすべてがオシャー。今日は終日ベネチアなんですけど、自由時間がもう2時間ぐらいしかないんで、あとはもうそのみんなでご飯食べたりとかするみたいです。うわ、後ろもディズニーシーちゃいますよ。これディズニーシーやったらチャーを言うてますよ。これ夜ご飯はもうみんなでなんかフリットシーフードフリットを食べるっていうコースになってるんですけど、だから量がめっちゃ多いみたいで。でもね、クイックがめっちゃ辛いか。そう、量が多いからあんまりその完食したら食べれへんようになるしな。これ街よな、なんか作られた施設みたいなぐらい綺麗じゃん。なんかおしゃれなご飯見つけた。マジ？めっちゃ可愛い。え、やば。え、バリオシャン食べよう。さゆりが美味しいって言うからここにしよう。中も入ってみる。ちょっと食べよう。何にすんの？うちピスタがいいな。1個が止める。何にしよう。うちバナナとハーフハーフにする。ちょっと中入ってますね。チャオ。ピスタチオ and バナナダブル。サンキューバナナ。いや、今出しといてくれる。こういうのがあったら出したら家帰ってくる。マガテ、アラカッサ。Thank you。 チャオ。 チャオ。 グラッツェ。 ジェラート買いました。 バナナ、 ピスタチオ。 明日も食べれる。 いただきます。 ピスタチオがうめえ。ジェラートバリうま。明日も食おう。毎日食べられるから太る。バナナも美味しい。そう、バナナとピスタチオ。やばい、めっちゃ入ってくる。さすが海外。めっちゃ美味しいな。おすすめ。これで3ユーロです。あんまりニンニクの味しいね。味しいね。むしろもっと欲しいぐらいじゃん、味。もっとなんか本場やし、もっと上へーってなってるの。結構こってりかなと思ったらあっさりじゃん。スプーンないと結構食べにくい。スプーンに日本人頼りすぎってことやな。イタリアってさ、子供だけしかやらへんらしい。おいしい。おいしい。俺言ったアップルケーキ買
ます。アプリコットムースみたいなのが入ってて、上にリンゴが、美味しい。だけ？なんていうの？ノエモというところで夜ご飯を食べました。スプレッソ全部飲んだんですよ。それ口しやねん。珍しいとか、何でもないし。ブレッドが美味しかった。あとケーキ、パスタはちょっと肉がもうちょいあったら美味しかった。夜景きれくない？乗りてー前、楽しい。ベネチア本島に仕事に通ったりっていう方が多いと思うんですね。皆さんこんばんは、鈴鹿です。1日目無事終えまして、宿泊ホテルにやってまいりました。宿泊するホテルが団体の方がね、結構宿泊してるようで、私の団体も含めて2団体ぐらいが重なってて、ちょっとチェックイン時間かかったんですけど、日本の方も利用するようなホテルみたいです。ランク的には日本でいう、まあ、アパホテルぐらいのビジネスな感じのホテルかなって印象を受けました。というわけでルームツアーをねしていこうと思います。結構隣の声が聞こえてくるんで、大きめの声がちょっとあんまり出せないような状況で、ちょっとねトーン下げ気味でご紹介していこうと思います。荷ほどきとか整理をしてたんで散らかっているんですけれども、ゆるい感じでねルームツアーやっていこうと思います。ここ入り口です。入り口入りますと、もう入ってすぐにベッドが2つ並んでおります。で、枕元にコンセントが1つあります。 C プラグを今差し込んで、カメラとか今ただいま充電しているような状況でございます。 C プラグって言いまして、こういうのをこう幅をね調節して差し込んで、ここに2本のコンセント差して使います。こういうふうにね、変換プラグのついてるタコ足配線持っていくとすごく便利です。家から持ってきたタコ足配線で、そこにこの妹 Wi-Fi で借りた3口電源タップをつけてるんで、タコ足でね最強な感じで充電してますんで、かなりの台数が今充電できる状況です。部屋はそんなに綺麗というほどの感じでもね正直ないんですけれども、2人で1日泊まる分にはいいかなと思います。なんかこういう雰囲気も私結構嫌いではないので、ローカルな感じで気に入っております。現地4泊なんですけど、1泊目2泊目はホテルが1日ずつ変わって、3泊目4泊目は同じホテルに連泊するので、ここのホテルはもう今日だけなのでね、全然十分です、これぐらいのホテルで。次お風呂なんですけども、結構水の周りって海外不安になると思うんですけど、こんな感じです。シャワーのみ、ここはねわがまま言えないかなという感じ。トイレがねすごいんですね、ヨーロッパ。これ2個あるんですね。何に使うねって感じなんですけど、まず普通のこちらトイレで、こちらはウォシュレットです。こちらヨーロッパの方は結構このウォシュレットを日常的に使うそうで、さすがにちょっと私これを使うのは抵抗ありますので使わないんですが、ウォシュレットの役目をこちらの電気は果たしています。2台体制ということですね。これなんかわかります？外した瞬間風が出てくる。これドライヤー？おそらくね、これドライヤーなんですよ。あ、温風出る、温風が出る。風量はまあまあありますし、温度もまあまああったかいです。クッションはないですね。なんか浄水器みたいな形。そこが閉まらないんです。そこで止まるんですよ。あ、なんとも海外な感じですよね。爆睡中でございます。というわけで今お風呂に入ってきまして、明日のね荷物の整理とかしてパッキングも今終わりました。今イタリアは3月11日土曜日の23時15分です。はい、明日はフィレンツェの方を1日観光ということで、朝の7時15分かなに
起きる予定です。8時15分にホテルの下かなでご飯朝食という風な流れで1日観光っていう風に入っていく予定なんですけれども、目新しいことがありすぎてすっごいなんか怒涛に過ぎていたというか濃かったですね。私の中で異文化っていうだけでこう圧倒されてしまって、なんかどれもすごいね、何を取っていいかっていうのがね本当にわからないぐらいなんかこう刺激を受けました。でフィレンツェ、ローマと日程進んでいくんですけどね、多分どっちともまたこんな感じになるんだろうなと思います。明日に疲れが出るとあれなので早めに今日休みたいなと思います。イタリア1日目はこんな感じで終了したいと思います。では皆さん、イタリアデイ2でお会いいたしましょう。おやすみなさい。バイバーイ。